それでは引き続き質疑を続行いたします。でまずこの後ご答弁をお願いしたいんですけれども、まあ、今日いただいた教育委員会の資料は異議なしでありますけれども、まあ、一発で異議なしということではないだろうと思います。だから先ほど午前中聞かせていただいたことをどれほどの議論されたのか、まあ、簡潔にお願いしたい。で私は9月16日の全教でもお示ししましたけれども、先市長の中から長谷川邸のこと言葉出ましたけれども、長谷川邸の文化財指定をめぐって市長部局観光ですね、特にそれと文化の部局で私は適切と言えない事実があったというふうに思っています。いわゆる首長の指示で文化財行政が左右されることがあってはならないという意味で、この文化財保護法なり、文化財保護は教育委員会の一つの所掌とするということが未だに変えられないのは、そういう問題が課題があるわけですけれども、今回の措置はそういう問題に対して、私が言ったように首長の指示で文化財行政が左右されることはないのかという、こういう問題になりはしないかという点、これを最も危惧するわけでありますけれども、その点、ご答弁をお願いしたいと思います。はい、東教育長。ただいま下松議員の方から、スポーツ及び文化に関する、まあ、自分の市長部局への移管について、まあ、あらかじめ教育委員会でどういうような議論があったのかという、ご質問だったと思います。内容につきましては、まず地教業法の、まあ、趣旨、そして、この23条に定めるところの、職務権限の特例について最初に確認をいたしております。そして、まあ、委員の方からは、一つは文化財保護の事務も市長部局へ行くわけであるが、文化財保護の部分は教育委員会に諮る特に重要な部分であるということの確認、そして、文化財指定については市長部局が事務をしても教育委員会がしてということでよいかという、まあ、これもまあ確認でありました。そして採決の結果、全挙手で、まあ、可決され、異議なしの回答の文書を、送らせていただいたという経緯でございます。はい、竹山市長。はい、まあ、先ほど久松議員もありましたようにね、そのいわゆる首長のまあ、恣意的な、判断で、その文化財行政が、特にまあ保護の部分がですね、おかしな形にならないかというふうな懸念をいただいているというふうに、まあ、私としては感じさせていただきました。それにつきましてはですね、まず、私は文化行政っていうのは、まあ、今回の総合計画でもですね、今よりも幅広に捉まえさせていただいているつもりでございます。まあ、人と地域の頑張る力というふうな、まあ、表現で、書かさせていただいておりますが、文化のですね、この文化関連業務といいますかね、まあ、一極の、一極的な文化財保護という観点と、それからやっぱり活用という観点と、両方、まあ、もちろんのごとくあるわけでございまして、総合的にですね、市民全般の分野にわたった連携をですね、やっぱりしていかなくてはならないだろうと、まあ、それぞれのこう施策をですね、効果的かつ効率的に展開することで、文化の持つ力を最大限に引き出して、輝きを増していこうというふうに考えております。そしてそれがやっぱり恣意的になってはならないというご懸念も私もよくわかりますので、最終的にはですね、やはり教育委員会でそこは決定をいただくというふうな形の業務というふうなことで整理をしていきたいと考えております。久松議員。その点でですね、私は危惧するというよりも、こういう事実がやっぱりあったということと、まあ、現状動いている問題をですね、ちょっといくつか挙げたいというふうに思いますけれども、私は9月16日の全員協議会で、やり取りにあった中でですね、私重要だと思ったのは、この観光小売拠点のこれはどうなるかという話は、まあ、ともかくとして、
これの見直しの経過が今あるわけですけれども、6月の中旬ぐらいですかね、6月10日頃だと思いますけれども、長谷川家の保存活用の専門委員会の方々が意見書を出されて、いろいろこれについてのご意見があって、これについてはその時ですね、9月のこの全協の中で、市長は重く受け止めるということをおっしゃったわけです。だからそういう審議機関の中に文化審の方もあれば、文化審の関係の方、あるいは都市計画等の専門家も含めて、長谷川家の専門委員という形の方々のご意見があって、それを受け止めるという形になりました。しかし、これは観光の部局ではないところですね、今の現では観光、いわゆる市長部局ではない所管のところから出たご意見として、やっぱり独自に受け止められたんだろうと、こういうふうに思います。そうすると、この長谷川家の経過の中で、私は一番やっぱり問題点として思うのは、その時を申し上げましたけれども、今から3年前の12月に、もう当時すでにですね、教育委員会からは市指定になっていた長谷川家に対して、県指定の申請がもうすでに出ているという、教育委員会としてすでに申請が出ていた長谷川家の県指定について、これを1年待ってくれと、1年、結果として1年待ったことになってくると、これを待ってくれと、決定を。それを教育委員会にその申請そのものをどうこうせよと言ったかどうかそれは分かりませんけれども、聞き及ぶことを言ったら申請を置いてでもですね、この決定を延ばせということを市長部局から、そして市長部局の当時の産業経済だったのか商工部長だったか分かりませんけれども、県の文化審の方へそのことを申し入れに行くという事実がやっぱりあったわけです。だからこういう行動を当時の市長部局では捉えていたということで、これは大変な私は問題だったし、当時はっきり言って文化大行政の中では混乱をきたしたというふうにまあ言えると思うんですね。でこういうことで結果としては何も変わりませんでした。1年経ってそのままあれこれあってもそのまま県指定ということになりました。まあ、当然今国の重要文化財にこの速さになるんですから当然なるわけ。ただその頃やっぱり私は現状変更では例えば豪商を美術館にするとか飲食をするとかって話が新聞なんかやっぱり踊ってたわけですよ。で今のあの長谷川家の中心部といいますか江戸時代の建物ってはもうこれは重要文化財にふさわしい400年近いね、絶対動かすことのできない修理復元はいりますよ。しかしそんな現状変更できるような建物ではないということはもう注目一致するわけですね。だからそういう非常に何て言いますか、私としては今はっきり言いますけど軽率な動きが文化審とかそういうことのご意見をそういう決定を置いてね市長部局から行われたという事実がやっぱあるわけです。それからその後この観光交流拠点の問題等が議論される中で、その後の平成26年7月これは前回9月16日も2回にするか1000回の議論をしたって言って村林部長が観光の立場で説明された時ですけど、本当にその時のね市長部局っていうか当時の市長も含めて文化財の認識の低さっていうのはね、こういうことあったわけですよ。松坂城跡が国の特別史跡だなんていうことを平気で発言するわけね、市民の前で。ほんなちょっと待ってくれと、私はその部長が当時文化課長でしたけど厳しく指摘をしました。厳密なね文化特別史跡なんては元利宣長旧宅しか ないわけでね、松坂城跡が特別史跡なんていうことか、こんなものは訳分かっとらん人が発言することであって、私はもう厳しく指摘しました。それはこのこと言うなって言うた人もありましたけども、そのぐらいね厳密な話なんですよ。でこれが市長部局に持ってかれてね、はっきり言って不認識の中で一人歩きされたら困るっていうのはね、私はその時つくづく思ったんですね。それからなんで恣意的になったらいかんかというと、最も重要なのはね、首長が気に入らない人を外して自分が思うとることに対して、でこの時非常にだから長谷川家をどうしていくかということについてはこうしたいという思いと文化財保護の中では活用してもね、その先から活用って何でも使えるみたいなこと言われるけれども、徹底してやっぱり保存があってそれをどう活用するかですよ。現状変更できない範囲っていうのはあるわけですやんか。でそういうことを認識せずに
活用しようということであって、そして観光交流拠点を作っていくこの段階で、審議機関の方々のではっきり言うとね、自分が思うようにならない人を排除して別の学者を据えようという動きもされたわけですね。で具体的には名前を挙げて恐縮ですけれども、私聞いておりますが、例えばこの松坂の県の文化審である建築家の菅原先生だとか、そういう専門家、あるいは奈良の文化財研究所の林先生が長谷川県を調査された。でそれじゃ いろいろ変更ができないから、京都女子大学の斉藤秀俊先生というのが見えるんだけど、そこへ市長と担当部局から何人かついてって、いわゆる何ていうんですかね、その調査会か審議会か分かりませんけども、そこのに座ってもらえないかで頼みに行って断られたという話まであるんですよ、これは。で この方はね、石見銀山とか富岡製糸場、いわゆる世界遺産指定に対して多大なご尽力された方ですけども、まあ、はっきり断られたわけですよ。三重県にはこういう方が見えますし、奈良の文化財研究所でこういうの調査してやってるじゃないですかと、その辺まで聞き及んでますけどね。そういう事実があったから私は指摘してるんですよ。そういう事実どうですか。市長、まずですね、今回の議案の、まあ、答弁というふうなことでさせていただきたいと思いますけれども、まずその長谷川邸の、文化財の指定が1年遅れたというのはこれも事実です。でただですね、結果的に今もご議員ご指摘いただいた通り、長谷川邸の文化財指定はなされて、今は、国の重要文化財というふうなことでございます。で当時なんで1年遅れてたかといえば、原因を一言で言えばですね、いわゆる文化の部分と市長部局側がねの意思疎通というのがうまくいってなかったという一言であろうと私は思っております。でそうした中で今長谷川邸も国の重要文化財となり、そしてそこにあるさまざまなですね、残された文化財、いろいろこう今、専門委員会の方でですね、こう、なんていうんですかね、精査がされていると言ったらいいんでしょうか。そういうふうな、まあ、作業を、やっていただいております。でいよいよ、公開に向けての準備段階に入ってきたというふうに私は感じてます。でそうした中で、これはもう平成23年12月に松坂町中歴史的文化資産保存活用プランというのがですね、当時作られております。その基本的な考え方という中で、武家と豪商が丸ごと息づく城下町、そしてサブタイトルとして残すから生かすへ、生かす遺産へというふうな、まあ、ことが、書かれております。まあ、この委員の皆さん方は文化審のに関わる方も非常にたくさんお見えになって作っていただきました。もちろん議員がご指摘いただくように守るべきものをきちんと守っていく、まあ、その上でですね、やはり市民の皆さんに分かるような形でですね、公開をしていくっていうふうなことが私は必要だと思います。まあ、そういった意味で今回この文化とそれから、いわゆる地域振興というふうな部局を一つにまとめていきたい、まあ、国の方でも先ほど申し上げましたけれども、そういった方向で文化庁も、文化財の活用の理解促進戦略プログラムというふうなものを作っているというふうなことでございますし、私はそういう意味で今回、この文化行政をですね、一つにまとめていくということは市にとって、また市民にとって有意義なことであるというふうに思っております。では松議員、まあ、市長申し訳ないけどね、どなたかちゃんと答えてくださいよ、私の言った質問に。市長全然事実認識がもう違ってるから。平成23年12月に出たのは分かってます。今そのように動いてます。しかしそのようにしないように当時動いたのがさっきの話なんですよ。悪いけど、その時の責任者を
別の審議会の責任者から外したのも地方部局の動きですよ。そういう事実ですよ。その私の言ったさっきいくつか事実挙げたけど、これ事実に違いがあるのかどうか、それ答弁してくださいよ。だからそういう問題がありはしないかと私は聞いとるんだからね。例えばさっきの、だからそういう中で長谷川家の専門委員をそういう方が、その23年12月にその保存計画がありますよ、緑の冊子、私分かってますよ、何遍でもそういう機会でも取り上げさせてもらったから、今市長に言われることもないと私は思いますけどね。そのようになら なるのと逆な方向へ、逆な方、逆とは言わないけれども、違う方向へ、思いの違う方向へ持っていこうということでね、だから恣意的な動きが随分あったじゃないですか。だから私がさっき申し上げたように、1年遅らせたのをわざわざ市長部局から遅らすように県の文化省に行ったんですよ。実際事実でしょそれ。だから私の言ったことは事実でないかどうか、事実だろうと言ってるんだからね。事実に認識が違ったら問題だけど、事実かどうかって聞いてるんだから、事実かどうか答えてくれって言うんじゃないですか。大会見したらそれ分かんないよ、その時市長じゃないんですから、ここにいらっしゃらないから。それからさっき申し上げたように、気に入った先生を呼びたいからって言って京都女子大のある先生のところに行って断られてるじゃないですか。そういう事実があったでしょうって言うわけよ。これは恣意的な首長の動きですよ、教育委員会の動きじゃないですよ。だからこういうことになる危険性がありはしないかと言ってるわけですよ。事実が違ってるんだったらいいよ。だからそういう事実があるわけじゃないですか。教育委員会が一旦文化大して決めしようということで申請したものを、はっきり言うたら ひっくり返すか動かすかって、これは言葉は悪いけどね、それでは違う動きを首長が側がしたわけじゃないですか。だから一元化は合理化って言うけれども、恣意的な動きをしたから言ってるわけじゃないですか。こういう動きなかったんですか。事実をはっきりさせてくださいよ。その恣意的な動きがあったかどうか答えられる方おりますか。はい、小林副市長。ですね、その当時は、竹上市長はいなかったわけでございまして、私は、前市長と一緒に、働いていたわけでございますけれども、今、久松議員がですね、仰せの通りですね、ちょうど、一応これ、県指定の方になるというふうな内示を受けた後ですね、もう少しその、松阪市の方で、活用をですね、十分に審議したいと、本当に県指定になることは大変ありがたいことであると、もう大変名誉なことであるというふうなことではありますけども、やはり県指定の方になりますとですね、何ができて何ができないのかというふうなところをですね、これ県の方の、方に、お伺いを立てる方に、聞くことになりますので、それでやはり少し遅らせてですね、市の方でやはりもう少し議論をさせていただいて、市の方の審議会の方にですね聞く方がコミュニケーションも取りやすいだろうというふうなところでですね、少し待っていただけないかというふうなところでですね、県の方の教育委員会の方に行ったというふうなことは事実でございます。それからともう一点の方のですね、これはその市の方のですね、ちょうどこれ観光交流拠点のですね、観光交流拠点を今から建てようというふうなところにおいてですね、そこの基本構想、基本計画というふうなものを立てていこうというふうなところで、トータルメディアさんをですね、パートナーとしましてですね、どういうような推進メンバーを、立てればいいかというふうなところをですね、議論していた中においてですね、やはりその時の委員長であったのが今の三重大学の浅野先生でございますけれども、浅野先生は一番最初から関わった部分があったので、やはり浅野先生を委員長にしましてですね、どういうふうなメンバーがいいかというふうなところをですね、これは内部の中で検討した中においてですね、やはり外部の方のですね意見もですねいただいてですね、その外部の方のやっぱり目で、やはりこの長谷川邸というふうなものは松阪の宝でございますから、それをですねやはりいろんな意見をいただきたいというふうなところで、お願いに上がったというふうなことも、これも事実でございます。久松議員。ですもんでね、私が言ってるのは
この条例をね、市長はそのこの条例と関係ないかのように受け止めるか分からんけれども、そこがまずいんですよ。この条例、文化財信教とかね、文化財保護というのはそのくらい重要な話なんですよ。その時もし間違ってボタンの掛け違いだったんだけども、ボタンの掛け違いのまましててね、本当に今重要文化財になったかどうか、もしいちその時に例えば現状変更なんか下手なことやれば文化財保護の国の十分になったかどうか分からない部分だって出てくるわけじゃないですか。ほら幸い1年経って納得もなく行きましたよ。だからそれは活用活用と言われるけれども、それで23年10月12月の、ね、保存活用計画を本当に真摯にそのままやっておればね、もっと早く今日進んでますよ。でこれはなかなか進めなかったんだよ。だからその時の責任者今文化審からも交代されてますしね、メンバー変更もやってますよ。だからそういうことがずっとこの中にあったの。だからそういうことがあってはならないから、だから今文化財をなんか簡単にその移したらどうかというだけじゃなくて、こういう経過を持つ文化財保護行政をなぜ今の時期に移さなきゃならない、最初言いましたでしょう、なぜ今教育委員会部局にあってはまずいのか。これ教育委員会部局にあって独自の文化財保護審議会があってやってきた、そして今回独自のご意見来たわけじゃないですか、観光協力拠点についてでも。だそれだけの重みのある皆さん方のご努力があって今ここで長谷川家の長谷川邸の重要文化財と今後 の活用地や中心市街地のね土地利用計画も含めて大きな規模での活動というのはこれから進むわけじゃないですか。だから今幸いここへ到達したから、私はだからそういう意味では文化財行政を教育委員会に今独自で置いてあるのをなぜ市長部局を移せなきゃならないのか、教育委員会にあってはなぜまずいのか、そういうことでしょ。組織機構改革というのはちょい間で今こっちした方が便利やでとか、そんな話じゃないはずなんです。それだけの重みがこの間の経過にあるから、あえてこういう質問してるわけですよ。これからそういうことあってはならないから、それだけの問題なんですよ。この問題と関係ないなんていうのはね、本当に認識不足ですよ、市長の。どうですかそれは。市長、あえて申し上げますけれども、そういった、まあ、言ってみれば意思疎通のなさっていうことがあるから今回一つにしようっていう話を私はしとるつもりでございます。決してですね、なんていうんですかね、文化財のこう保護っていうことに対して後ろ向きなことも考えているつもりもございませんし、これからですね、本当にこうした我々の持っているですね、さまざまな文化財というものをきちんと市民の皆様にもご理解いただいて、そしてここに本当にですね、いい文化財がたくさんあるわけですから、それをきちんと活用できるような形で進めていく必要がある。私が市長になったこの1年だけでもですね、いわゆる観光交流の拠点をさまざまな作り上げてくるのにですね、じゃあそうした文化に関わる皆さん方の、全く意見も聞かずにここまでやってきたのかといえば決してはそうではなかったはずです。ところが、実際に市長になってからですね、長谷川家の専門の皆さんからそうした意見が出てくるというふうなこと、結局ですね、そうしたいわゆる市長部局のところと、それから、教育委員会の文化の部分、まあ、そういったところのですね、もう少しきちんとした意思疎通があればこういった問題も起こってこなかっただろう、私はそんなふうに理解をいたします。ですから今回、こういった答申が、出てきたことは非常に歓迎をしておりますし、そして、この文化に関わる行政についてはですね、地域振興と一体となったやり方をですね、組織としてやっていくのが適切であるというふうに思っております。議員が先ほどからご懸念をされているそのいわゆる首長の恣意的な判断によって曲がっていくんじゃなかろうかというふうなご懸念はあろうかと思いますけれども、やはりそれはですね、最終的に教育委員会の方で決めていただくことになりますので、そこはやはり、なっていますか、
恣意的な判断にならないというふうなことで私は理解をしております。以上でございます。久松議員。はい、私の申し上げたことを事実として否定はなさりませんでした。ですからこういう問題があるんです。ですから私は市長、ちょっと受け止めどうか知りませんけど、私はとにかく保存をするために文化財審議会は保存するだけじゃないんですよ。どう本当の意味で本当というか全体なんていうかな、活用地とね、その文化財と対立するんじゃないんですね。だから大きな意味でまちづくりの中で文化財をどう位置づけていくかという問題なんですよ。だから今はっきり言って皆さんお聞きいただいて、教育委員会から外すことが合理的であって、教育委員会に今文化財保護行政があったら不合理だという説明あるいは本には全くならないと思いますね。ものすごく浅い議論だと思います。ですからもう終わりますけれども、私は簡単にはいそうですかということにならないということを申し上げて終わります。はい、次に11番中村佳子議員。中村議員。久松議員の質疑で、ほとんど分かってるんですけども、そのもう少し、一言二言を詰めたいと思います。繰り返しになるか分かりませんけれども一応質問をスタートさせていただきます。議案122号では、文化に関すること文化財の保護に関することは除くは市長が管理し及び執行することについての議案でありますが、政策等の説明資料においては近年文化と観光振興等は施策を進める上で連携する場面が多くなっている状況等も踏まえ、地方自治法第180条の7の規定による補助執行と本条例を併用し教育委員会の職務権限である文化財の保護を含めた文化行政について市長部局にて執行することとしたと。一般市民からすれば非常に理解のしにくい、行政の流れでありますので、先ほどからでも分かっておりますけれども、はっきり言って文化財行政文化財という、審議会市民の意見、行政 の、その増改築とか利用の意味も含めて混同されてきているように思いますが、教育委員会に残すべき文化財を市長部局に取り込んで、その後線引きというか、ね、そのラインはどこでされるのか、その辺を分かりやすくお説明願います。よろしくお願いします。はい、加藤経営企画部長。文化財を生かす取り組みにおいてですね、線引きをというふうなお尋ねでございます。先ほどの久松議員の答弁にも重複する部分もございますが、ご答弁をさせていただきたいと思います。現在教育委員会事務局に位置づけられております文化課につきましては、芸術や文化の振興を担う文化振興係と文化財の保護活用を担う文化財係から構成をされております。地方自治法第180条の8におきまして、文化に関する事務については教育委員会が担うというふうにこう定められているところでございます。また同様にですね、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条におきましては教育委員会の職務権限が規定をされております。この法律の14号におきまして、文化財の保護に関することが示されているところでございます。このような中ですね、平成20年4月1日に施行されました教育委員会制度の見直しが地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律のが公布をされまして、第23条の職務権限の特例というものが追加をされました。
これは条例の定めるところによりまして、地方公共団体の長がスポーツに関すること、ただし学校における体育に関することを除く、それから文化に関すること、これもただし文化財の保護に関することを除くということでございますが、これのいずれかまたはすべてを管理し、および執行することが、この一部改正により可能となったところでございます。このことから、現在の文化振興係が担う業務につきましては、現在議会に上程をさせていただいております松阪市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例を可決をいただくことによりですね、これまで教育委員会事務局に位置づけられてきた文化財の保護を除く文化に関することにつきましては、その権限も含めて市長部局へ移管をされることになるものでございます。一方、文化財係が担っております文化財の保護に関する業務につきましては、先に申し、ご説明申し上げました職務権限の特例には該当をいたしませんので、別途松阪市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る規則を定めることによりまして、市長部局に移管となる文化課におきまして、引き続き文化財の保護活用に関する事務についても担うことができるものとしているところでございます。しかしながら文化財の保護につきましては、先ほど久松議員からのご質問にもございましたようなこともございます。政治的中立性などの観点が必要とされる事情でもあることからですね、業務を進めるにあたりましては、教育委員会事務局等と連携を図るとともに、必要に応じまして、その事案の中身に応じましてですね、教育委員会へ図っていくというふうなことで、整理をしているところでございます。以上ご答弁とさせていただきます。中村議員。文化財に対する、その専門的知識というか、積み上げられたものと、市長部局になったときに職員が何年かに1回移動させられて、その文化系の事業の中で市民よりも職員がものを知らないという会議に何回遭遇したことか分かりませんけれども、この文化財の面においてもそういうことが危惧されますので、お聞きするんですけれども、その文化に精通されている方々が最後にというか、決定するのを教育委員会の設けた会議でされるということはあると思うんですけれども、日々文化財がこうでありますよとか、これはこうですよということも含めて、そういうご意見をお持ちの方々が、招集された審議会での会議でしかものが言えないというのか、そういうことが、今までの行政で多々あったのであろう、微妙にあったのであろうということが、新市長、竹上市長になられたときに、その方々の持って見えた意見が、湧き出してきたということがあるかと思うんです。これが一つ懸念されるのは、やっぱりその市長部局の中で、政策に上程されてくる前に決められる政策の微妙なところで、結局部長会議というか三役会議なのか分かりませんけど、その会議以前の見えないところ、公開されない部分もあるところも あって微妙なところあるんですけど、要するに文化財に長けた方からより遠のいてしまって見えなくなるという危険性が今よりももっともっと増すと思うんですよね。その辺で、審議会委員さんの方々は何か気になることがあったら教育委員会に行って、でその教育委員会何が彼に言えばいいのか、じゃあそれが、市長部局の中に文化財係があるんだったら文化財係の分かってる人に言えばいいんですけれども、その辺で、あちとこちと両方に、今まででも難しかったのに、もっと難しくなると、その辺の空気感が非常にやっぱり心配なんですね。だから文化財係というものの
その仕事内容、普段の業務、それからそのどんな職員を当てるのかによって、本当に建築の部分とかマネージメントの部分とか、もうこの松阪市の中でそういう統一的な見解を出す者がいないところがいっぱいあります。それがまたこの分野にも及んでくる、まあ、及んでいましたけれども、もっともっと及んでくるのかってすごい懸念があります。この文化財係というものをも一緒に市長部局に管理し執行されるというところのメリットだけではなくデメリットも教えてください。加藤経営企画部長。まあ、ご懸念いただいているのはその職員体制の部分かなというふうに考えておるわけでございますが、当然ながらですね、その、まあ、人事上の問題はございますけれども、その職務に配置をされた職員についてはですね、当然日々研修に努めながらですね、職務の遂行に当たっていくというふうなことは、これはもう今と変わらないというふうに考えております。まあ、そういう中でデメリットはというふうなことをご質問いただくわけでございますが、私も今回その文化の部分をですね、市長部局に移管をしてくるということにつきましては、まあ先ほど来市長からも答弁をさせていただきましたような形でですね、やはり一層のその地域振興との関連、まあ、そういうものを高める中で、より文化の香り高いまちづくりをしていくというふうなことの中で、まあ、検討してきた経過もございますので、まあ、そういったデメリットという部分についてはですね、今のところ想定はしていないところでございます。はい、中村議員。デメリットを想定したらやっていけませんからね、してても答えないと思いますけれども、まあ、審議会員さんは普段会議に呼び出せないときに、まあ、何か気になることがあったなというときに、行くところは教育委員会ではどの係でしょうか。そして、まあ、市長部局では文化財係だと思うんですけど、教育委員会ではどの係に言っていくんでしょうか。局長、現在教育委員会におきましては、当然文化課がございますので、文化課の文化財係の方に来ていただければ、その話は聞けるということでございます。はい、変わった後ということですね。当然市長部局行ったときにはですね、当然文化課が、まあ、簡単に言えばですね、教育委員会 の文化課がそのまま、市長部局の文化課へ移るということになりますので、そのまま文化課の方で聞いていただくことになります。はい、じゃあその文化財の最後 その決定していただくときの審議会を開催するときの職員はがその文化財に関することに長けているというか、だからその改正後、まあ、4月以降 その審議会員さんが職務で会議で呼び出されたとき以外に文化財に対してものが言いたいときに、文化財課に行かなければしょうがないのか、最後の決定権のある教育委員会に行くのかというときにがあると思うんですけど、教育委員会では誰がそれを受け答えできるんですかと聞いている。加藤経営企画部長。まあ、先ほど教育委員会事務局長からご答弁をさせていただきましたが、仕事についてはですね、今後4月以降の部分におきましては、市長部局の文化課の方で、させていただくということで、まあ、いろんなこうお尋ね事がございましたらそちらの方で、お聞かせをいただくという形になります。で、まあ、最終的にはその決定権限というものは、その例えば文化財の指定であったりとか指定の解除であったりとかですね、まあ、そういうふうな部分は最終的な権限は教育委員会、これは、5人の教育委員さんで構成する教育委員会が担うというふうな形になります。でその会議の招集につきましては、教育委員会教育総務課が事務文書の中で、教育委員会の会議の開催についてという事務文書を持っておりますので、そこを通じて教育委員会を招集していただくと、
そこで、その文化財の保護に関することについての議論を5人の教育委員さんの中でやっていただくということでございます。そういうことでございますので、教育委員会事務局としてのその文化財に対する対応というのは今後なくなって、市長部局の文化課の方で対応させていただくと。で、教育委員会を招集する部分においてはですね、教育委員会の総務課、教育総務課を通じまして、その5人の会議体を招集していただくと、そういうふうなシステム流れになるというようなことでございます。中村議員。まあ、その決定権のある方々がですね、質問等される、会議、その議員で言えば全協があったり委員会があったり、単独で聞きに行ったりはするんですけれども、決定するべきところに、専門的な人はいないと。だからその本庁舎からまあ、同席してもらわなければならないという、教育委員会には全くそれに精通するも職員を置く必要はないということですね。松永政教育委員会委員局長。最終的な決定ということで、教育委員会ということでございます。これは現在でも同じことでございますので、その専門性ということについては、その、教育委員会を開くところにですね、事務局として文化課が、おるということになりますので、そこへ、専門的な部分で聞かれるということになろうかと思います。で、今度、その市長部局行くことになったときにですね、当然事務的なことはそちらでやられますけれども、教育委員会で決定するときにそういう専門的なことを、お尋ねするような機会があるときも含めてですけれども、やはりそれはその教育委員会に事務局の方にですね、その文化課が来ていただくということは可能かと思いますので、そういう形で教育委員会での、対応はできるのかなというふうに考えております。中村議員。結局ね、別の館に、館というかね、その権限場所が違うことによって意思の疎通の図られないこともありますけれども、その上下関係といいますか、そういうことも含めて、職員であることが、その上の人には従わなければいけないという仕事、職務上の流れの中で、非常にやっぱり弊害が出てくることもあると思うんですよね。それでなぜその文化課の移動によって文化財は残すべきなのに事務的なところを持っていくというのが、その職員のをダブルで置くことができないというところの問題かと思うんですけれども、そういう問題でその文化財の事務の方も持っていかないとか、その観光を重要視するように文化財を市長部局に持っていきたいから文化課を持っていったのか、その重さっていうのがどうも文化財を市長部局に持っていきたいから文化課を持っていったというふうに思えるんですよね。結局実質最後の決定じゃなくて、その辺がその久松議員も言われた、やっぱり守るべきものを守るっていうところの、最後のところが教育委員会で決定するって言うんですけど、決定するというんですけれども、その辺が実にもうそのままずっと流されていくっていうところがあると思うんですね。その辺についてデメリットはあると思うんですけれども、デメリットを答えられませんでした。それは教育委員会としては本当に全くなかったのでしょうか。その辺だけお聞きします。松永政教育委員会事務局長。今回の、この議案の中でですね、デメリットということについては先ほど、加藤部長が申し上げた通りでございますけれども、特にですね、その文化財というのは専門性がございます。
まあ、そういう意味でいきますと、文化財保護審議会というのが非常に重要になろうかというふうに考えております。当然それについては専門性、中立性という立場がございますので、まあ、そういう中での議論ということになりますので、まあ、どちらかというとそういう、まあ、教育委員会といたしましてはやっぱりその、文化財の保護に関する、まあ、情報交換というような形のものをですね、いわゆるその文化財保護審議会との連携といいますか、あるいはその文化課との連携も含めてですけれども、密にしていく必要があるというふうに考えております。また逆に、文化財そのものが逆に重要であるからこそまた逆にその司法部局にもあるということでございます。以上でございます。中村議員。はい、じゃあすいません、保護審議会委員の方々は何のなんていうかな、問題もなく前回このことはいいことだというふうに、認められているんですが、そのことだけお聞きしたいと思います。はい、松瀬教育委員会事務局長。委員の方々にですね、こういう組織機構があるということはお話しさせていただいてはおりますけれども、このことについて直接ご意見をいただいたという形ではございません。しかし先ほど言いました形の連携を密にしていくという必要性はあるという認識はしております。以上でございます。中村議員。そういう見識のある方々の意見は、聞いてないということで、今後のいろいろな発言もあちらこちらから聞こえてくると思います。また聞こえてきてから考えます。ありがとうございました。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第122号は総務企画委員会に付託いたします。日程第11、議案第123号、松阪市ケーブルシステム条例の廃止等についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第123号は総務企画委員会に付託いたします。